皆さんどうもこんにちは、フルートの神田裕也です。バンドジャーナルお買い上げくださりどうもありがとうございます。今回はですね、バンドでバッチリ音程を揃えたいというそんな望みに応える練習をお伝えしたいと思います。フルートとピッコロを吹いていて音程が悪いと言われたことは誰しもあると思うのですけれども、フルートやピッコロみたいな高い音はですね、音程がずれているとものすごいうなります。ですので他の楽器と比べて音程が悪い楽器だと思われがちですが、音程がずれていると悪目立ちしやすいということは、逆を言うと合わせるツボも狭いので、聞き方さえ覚えてしまえばとても簡単にぴったりと合わせることができるようになります。今から紹介する練習を使えば苦もなく綺麗にハーモニーをぴたりと合わせられるようになるでしょう。用意するものはスマートフォン、要は機械から音を出してそれとフルートをハモらせるという練習なんですけれども、この練習はぜひ毎日行ってほしいです。ちょっとずつやることによって耳が良くなっていきます。チューナーのアプリなんですけども、私はこのアプリクリアーチューンというアプリを使っています。このアプリは大きな音で高い音域の音を出すことができるので、フルートの音程練習に最適なんです。このアプリでなくとも高い音域で大きな音が出せるんだったら大丈夫です。では実際に始めてみましょう。まずはフルートの第2オクターブのソの音を鳴らします。こちらを譜面台の上、できれば楽譜でも何でも反響させるものの上に置いて、この音と一緒に同じ音を吹きます。まっすぐ伸びてうねりのないところを自分で探しましょう。自分の音が合ってるかわからないときは、わざと無理やり高く無理やり低くしてうねるポイントを自分で掴みます。こうすることによって今の自分の位置とこの音が鳴ってる位置のズレを確かめることができます。この練習をやってると分かるんですけれども、機械はまっすぐ音が伸びてますから、ぴったりハモらせるためにはフルートの音もまっすぐ、そして息のスピードも合わせなければいけないということに気づくでしょう。この音ができるようになったら次は完全5度、そして完全4度を合わせます。こちらも同様にまっすぐとうなりのないポイントを目指すのですけれども、大事なのは差の音と書いた差音、これを聞くことです。カメラの方の音に入ってるかは分かりませんが、というあたりの音域の音が聞こえます。この音域の音を鳴っている音に合わせることでぴったりとした純正率の和音が作ることができます。ぜひこの差音を自分で見つけ出してみてください。完全5度、完全4度ができましたら、次は超3度、そして単3度の方に行きましょう。鳴ってる音がソだったら超3度の音はその上のシの音になります。普通のシに対してかなり低くなっていることがわかります。これも同様に差音を聞くことによって正しい位置がわかります。そしてはあまり強く吹きすぎないことですね。超3度ができたら次は単3度です。ソに対しての単3度はシのフラットになります。ここで不思議なんですけれども、単3度をハモらせてちょうどいいところに置くと、この下3度の位置に現れます。下の3音が発生することによって E フラットメジャーの和音になるんですね。これは自然倍音の法則なので理屈を考えてもしょうがないのですけれども、この3音を自分で自由自在に発生させるように訓練してみましょう。実際の合奏では今練習したような3音が聞こえるということはほとんどないんですけれども、鳴っている音に対して自分の楽器の音を合わせる感覚というものが身につくことによって綺麗に和音を揃えることができるようになります。ぜひ毎日続けていきましょう。ソの音を中心に和音を作っていきましたが、
ソが終わったら次はラのフラット、ラ、シのフラット、シと半音ずつ上げていきましょう。行うことにより和音をぴったり合わせられることと、フルートっていうもののスケールが実際はかなり不完全なものだということを気づくことになるでしょう。練習はぜひ静かなところでやってください。学校だったり練習場だったりすると静かな場所を探すというのは難しいんですけれども、先ほど言ったような騒音というのは周りが静かでないと聞こえてきません。機械の音量をなるべく大きくして、この機械に顔を近づけるようにして一生懸命音程を聞くという感覚をつかみましょう。鳴らす音をどんどん高くしていくと、最終的に上のシやドを鳴らすことになると思います。この辺の音ってのは経験上ぴったりとハモらせるのはとても難しいです。不可能ではないんですけれども、作曲家が一番最高音であるシやドを曲に用いたということは、ハーモニーをきれいに合わせるよりもテンションの高い爆発するようなシーン、また緊張感のあるシーン、そういうところに用いてると思います。もしハーモニーを合わせなきゃいけない場合は、全員で同時に吹くのではなく、一人主席を決めて、残りのメンバーはその主席に一生懸命音程を寄せる、そういう形でやるとぴったり合うことになるでしょう。